今日も一日お疲れさん、どうもしこです。安井です。相談です。今日の企画は男に冷められない女子の特徴を捉えてということで、今回は、はい、男に冷められない女子の特徴ということで、はい、飽きたりとかせずにね、はい、ずっとこう愛され続ける女性の特徴をね、出していこうじゃないかという、なるほど、そういう企画になっております。はい、はい、それではやっていきましょう。アイキャッチです。はい、はい、もう答え出します。変人です。お、どういうことだ。これもう変な人は、あ、お前発表してる時に必死で書いてんちゃうぞお前。おい、変な人やな。変な人ちゃうやろ。真面目な人やろ、どう考えても。変人はやっぱりこれ飽きないですから、やっぱそのなんやこいつっていうことの連続だと思うんですよ。なるほど。変人と一緒にいると、こういう人はもう飽きないから、もう答えやな、正しい。これ男変人は飽きられないんかな。え、男変人、お前男変人やんか。お前と飽きられてきた。まああんま飽きられたことはないです。お前沼ってくれてんじゃん。まあ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 、でもそれで言うとみんなちょっと変人やから。いや別に俺一番まともやから。あ、そう、真面目じゃん。うん、てかまとも一番、この3人の中やったら一番しっかりした大人俺やろ、と考えて。多分俺やけどな。いや、お前はちょっと怪しいぞ。お前は怪しい。まあまあ、ちょっとコーツつけたかった。やっぱだから変人は強いと思うよ。いや、だからこれね、変なとこ出していってもええと思うよな。うん、これ出したら変って思われんちゃうかなとか、これ私人と違うのかなみたいな。これ恋愛においてはもう出していけばいくほど飽きられないですから。はい、はい、なるほどね。はい、彩りやから。はい、おい、カラッとしてる女子いいと思うんですよね。喧嘩したこととか、うん、引きずったりとかずっと。うん、まあ、謝ったらもう昨日のことはもう終わりぐらいの感じでさ、もうパキッとこう入れ替えてくれるような人やったら、あ、めっちゃ一緒にいてもうなんか居心地いいなみたいな。なるほど。になりそう。結構おらんくないですか。おらんおらんね。過去のことをやっぱ言われたりとかするイメージがね。やっぱ女性はジメジメしてるってことですか。してんじゃない結構。まあどっちかっていうとな、俺はジメジメしてるって言われ続けてた方がいいけど、女の子。お前はそうやな。もっとしてたこと同じや。いや、っていうか、まあ、こういう人が多かったイメージはあるけど。あ、逆に巻き付ける人がね。そうそうそう、めっちゃいいや。だからどっちもカラッとしとったらええよな。そうやな。お前がジメッとしとったら結局一緒やもんな。まあ、ていうか上回るジメッとさを見せつけるっていう感じ。あ、お前が。そう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 、そういうことや。もはや向こうがジメッとしてるとは思わせないみたいなとかある、うん、え、なんであれって不思議ないけど、ジメッとしてまう。え、謝ったらもうええやん。ほんまに触れられた嫌なことを言われた時とかずっと覚えてるって感じ。お前一言謝ったぐらいで許されると思うなっていうかね。ああ、そういう感じか。けどさ、男友達と全然違うだろ。男友達に言われても別に大体カラッとするか、ちょっと腹立っても一旦自分で消化して戻ってくるやんか。そうやな。けど彼女やったらそうはいかへんってことやんか。まあまあそうやな。それはなんでなんすか。え、なんでそれはあかんと思わへんのか分からへんっていう、こんだけ一緒にって。あ、そう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 、一心同体からじゃん、お前の。そうそうそう、そうそうそう、そうちゃう。で、こっちもめっちゃ気つけてるしなみたいな。そこはさ、なるほど、なんかお互いデリケートとかは別にいじるとかじゃないやみたいなことを暗黙の了解で分かってると思ってたことが、なんかそういう感じでいじられたりしたら普通にめっちゃ反響かもしれない。彼氏彼女になった瞬間に人は人って感じにならへんのだよ。あんまならへんかもな。難儀やな。はい、はい、はい、人とあんまり比べない人です。あ、これでも男の人はそうなのかな、やる気出んのかな。なんかこっちの方がすごいとか言われたらやる気出る人もいるかもしれんけど、うん、まあ、自分自身もあの子の方が可愛いからみたいな感じでずっとうじうじしてるよりは、あんまりこう自分自身持ってる人の方がやっぱ続くのかなっていう感じですかね。自己肯定感高いというか。そう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 、自己肯定感高い感じがやっぱいいかなと思うんですけどね。あとやっぱ比べられる男の人って、うん、男の人って比べられるの嫌いなイメージがあるから。なんで笑ってんねんお前。デレデレしてんねん。いや、そうやな。まあ、これちょっと難しいな、どう説明したいか難しいねんけど、そんな気がしました。自分は自分って話。そう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 、うん、はい、はい、よう笑ってる子ですわ。これ名言言うけど、どうぞ、うん、笑顔って飽きなくない。これどうすか。ちょっと飽きてまうかもな。嘘やな。笑ってくれよ。ずっとなんかガラガラ笑ってるやつ飽きへんくない。いや、まあまあ笑顔には別に飽きんか。やろ、うん、いやだって俺ハコちゃんと十何年おるけど飽きてへんで。だってまあなんかそのえ、なんていうの、どういう今の照れてる照れてる、この方向で行ったらあいつこっちの見たことあるやろ。だからその誰でもその誰の笑顔でも別に飽きひんって感じじゃない。ああ、いやいや、だから別にその子自体笑顔があるから別に飽きないってわけじゃないっていう。ああ、ティー。これこのティー。ティーとティー見たんか俺。いや、まあでも満たしてるからね。みんな飽きないってことはその子のことも飽きないっていう話だから。でもやっぱ特別笑顔好きな感じするよな、そうだろうな。うん、お前のそうか。あ、そう。まあどんな表情でも愛してんの俺らの。そうやな。うん。うん、浅いなぁ。なんか当たり前のことを出してきてマウント取る感じが浅い。浅いっすか。浅い浅い。それでなんか、なんか俺に言わせればマウントの取り方が下手やな。そうやんな、プロやもんな、マウント取り。そうそうそう。やっぱマウント取るときってグーの音も出ないっていう。そうだな、マウント取らないと。
すみません。マウンターやもんな、そう。俺マウンター。プロマウンター。プロマウンター。めっちゃダサい。俺マジでいつかあのアベマの討論会とか出てほしいもん、ソータロー。あれどうなんだやろ、ソータロー。ディベートみたいな。ディベートみたいな。ひろゆき対ソータロー、俺ちょっと見たい。絶対語れん。知識量で。あ、そうですか。確かにそうっすね。帰ってくるの。こういうのとかいいんじゃないですか。初めての経験いっぱいするっていう。そもそも人生で初めての体験とか経験をそのことをやっていくっていう。なるほどね。そしたらまあなんか特別な子にはなっていくんじゃないですか、うん、なるほどね、うん、もう比較しようがないというか。確かに確かに。コロンブス型ね。コロンブス型、新しい新大陸を一緒に見つけて。ああ、そう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 、コロンブス型っていうらしいね。あ、そうなんや。そう、こういう真面目なトーンでやったら死んでるだろお前らみたいな脳みそちっちゃい人間は。こいつそういうの多いな最近。ちょっと新しい方として、俺だけじゃなくて箱ちゃんも箱でちょっといろいろやってみてるっていう、この方どうやろうっていう実験機会かな今。でもそれめっちゃいいなぁ。食べへんだけじゃなくて特別な人にどんどんなっていくもんな。そうだからもうオンリーワンになるしかないんじゃん、食べへん。でもし別れてもさ、うん、やっぱオンリーワンになっていうようなその人。そうやな、そこにラブはなくても、そこにラブ急に挟んでくんだよラブとかを。なんでやねん、食べてもうてんやん。何で食べてもうてんラブなくて、まあまあな。はい、はい、定期的なニューファッション見せてきてくれるんですよ。あ、なるほどね。やっぱこれはもうなんかスマートじゃないけど、うん、いいと思うよこういうのは。視覚的に結構俺こういうことの積み重ねやなと思うんよな。はいはいはい、はい、やっぱ見た目という意味での新鮮味もやっぱあった方がいいんかなと思う。それはそれ、これはもう家族になっていけばどんどんそういうのも減っていくやろし余計、うん、だからたまにはニューファッション見せてくれる人はあんまり冷められにくいんじゃないかなと思います。うん、女性をずっと保とうとしてる人やっぱいいなと思う。あ、お互いそうなんやと思うけど、やっぱ綺麗でいようとするとかかっこよくいようとするってね、俺結構大事だと思う。まあ何が大事やな。いや大事だと思うで俺結構マジでできる範囲でね。これどう、そのたまにやったらすごいギャップが引き立つから俺そっち派なんやけど。ああそうなんや。別に普段別に何でもいいけどたまに本気出したら食ってくるよみたいな。いやもう俺基本そのなんか保ってくれてる方が好きかな。なんか俺もそうせなあかんなって思う感じになってる。なるほどな、うん、これ二分されるとかそうやな。こうじゃんどっちでこっちもでも頑張り続けなあかんのしんどいな。あそうなんや。へぇ気抜かれへんっていうか。あそうなんや。気抜いてへんけどな、お前は結構見た目に関しては。いや、いい絵とかも抜いてるよ。ああ、うん、ほんならたまにかましてるかや。ああ、まあそうやな。やっぱ言われるの。いや、たまにもあんまかませてないかもしれないな、なんならえ、だって髪の毛ちゃんとセットしてほしいと言われたんやろな、お前。そうそうそう、やっぱそういうことやんな、だからな。でもたまにでもいいか、かますっていうのが大事かな。毎週服変わってんのにな。もう最近同じ服見てなくない。いや、だから同じ服も着ひんやしてるから。でも安い服も変わってくるから、毎週。まあまあ、僕は基本まあ気をつけてはいるけど、でもそんな回してるだけやけどな。うん、なんでな、同じ服を2回着ないってむちゃくちゃコスパ悪いけど、なんでな。いや、やっぱその勉強だ。てかその全く同じコーデを組まないって話でして、同じシャツは別にあの着るけど。へえ、何がやの。いや、なんかもう考えなあかんから。ああ、そういう意味の勉強か。合わせ方もな。ああ、なるほどね。毎日コーディネートを考えるようにしてるってこと。そうそうそう、すげえ。めっちゃちゃんとした理由来たわ。うまいな。俺付き合ってマジで冷めるってあんまないよな。なんでな、なんでな、飽き性やない女にだけ分けへんの。これちょっとナチュラル名言かもしれない。今決めに来たな。そうだね、今決めに来たら。ちょっと時代にはそぐってない気がする。昭和とかやったら名言か。確かに。ほんまに冷めへんのや。すごいな。なんでそんな新鮮なのでずっと相手のこと見れるんだろうな。パコさん、でもだからマジで初めてやからかもしれない、いろいろと。それ言ったら長いのも初めてやし。けどさ、初めては終わっていくやん。いや、でもなんか何かしらできてくるんちゃう。子供おるとかもあんのかな。年々変わっていくしみたいな。え、でもなんかやっぱ初めてやからが多いんじゃん。そういうことに女子怒るんや。そういうのもあるかもしれない。そうそうそう、確かに。なんか本では読んでたけどみたいな感はやっぱあるからさ。あー、なそうそうそう。はい、はい、話し合える人です。これはね、やっぱね、大事ですよ。これ衛生なんで飽きないんですか。なのね、特別やからじゃないですか、こういう人が。ああ、あんまりいないから。他の人と比べて。そう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 。いやこれね、それ分かってきたというかさ、その話し合いすることでさ、すり合わせをしていくわけやん。改善、次改善してこうしようってなってた時に、やっぱ結構パズルのピースがガッシー合っていくというか、うんうんうん、お互いこう譲歩し合って、うんうん、でそれでやっぱ特別になっていくね。そうやね、合ってますよ、ありがとうありがとう。補足やな。そう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 、そうやな。そうやね、そうそうやな。二人だけのパズルができていくっていう話だから。そうやから、なんかもう飽きようがなくなるというか。はい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 、うん、なんかやっぱ感情優先で喋っちゃうことが特に前は多かったかなって思ってて、でそういう中でもやっぱり一回俺、まあ年齢はあんま関係ないと思うけど、年上の人と付き合った時にすっげえなんかこれはこうだから今悲しいとか置いといてみたいな話とかされて、うん、あ、すげえと思って。それやっぱ特別でしたね、その人。うんうん、
だからジーパンみたいなもんやんな。おその長くいればいるほど、うん、味が出てくるわけじゃないですか。なるね、はいはいはい、長くいたら飽きるわけじゃなくて、はい、長くいたらもっと特別になっていくよ。なるほど。これなんか試してんのみんな今日。あいつも新キャラ模索してるんですよ。やっぱりリーダーって毎回いいこと言いますね。さすがリーダーってコメントを増やそうとしてんちゃう。だから無理やろ。そんなことないやろ。別に入ってるっちゃ入ってるやろ。いやでもほんまにな、2人で一緒に作っていくっていうのが俺大事だと思うな。いやほんまそうや。これで言うと分かってきた。確かに、うん、今日の議論を経て。えでもマジで2人そんな感じするよ、うん、めっちゃ作ってる感あるよね、うん、いやだからこれもさ、サンクコストをかけたらっていう話もあるし、2個あって、うん、自分の人生に飽きますかっていう話で、うわ、自分の人生に飽きてる人間ほとんどおらんと思うんですよ、うん、でも2人で作っていったらそれが自分の人生の一部になっていくから、うん、もうこれどんどん飽きなくなっていくっていうのと、うん、まあ2人でこう話し合えばあったほど、いろんなところに行けば行ったほどサンクコストかかってますから、うん、これ捨てるの惜しくなってくるねっていう、この2つで強固になっていくんじゃないかなっていう、うん、あへぇ、うん、なるほどな、完璧やな。それやっぱ体験してんのも言われへんな、確かにな。いや俺は別、あそうなの、俺はだってやっぱ話し合える人がええよなみたいな言ってて、そうやんな、ほんま冷静に話し合えへん、意味分からへんもんなあえて付き合ってる時に言ってて、めちゃくちゃブチギレられるからな。ブチギレられるっていうか、めっちゃ感情ドーンやからな、詐欺やんと思って日々過ごしてますけど。あそうか、付き合う前とかにそういう話してて、ね、そう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 、めっちゃおるなと思ってそういう人が冷静でいられへん、意味分からへんけどねとか言って、普通に泣きますやんオロオロしてるんですけど私って。まあそれ、そういう人の方が好かれると分かってるとこもあるんじゃない、女の人。いやだからそれ本気で思ってる子もおるからな、まあ、私は冷静だとか。まあね、これはだから乱れてるわけじゃないと。いや乱れてんねんけど、それはそれらしい。あ、それはそれだって。あ、それはそれ。なんかさ、すげ替えていくやん。なるほどね。そのいやいや、別にけど普段は冷静やし、まあ、あ、なるほどね。言ったら逆に怒られるしな。あ、どこが冷静やねんとか言ったらはみたいな。あ、へえ。じゃあもう動画と思うかなみたいな。なるほどね。あ、でもまあ分かるよ、その感じ、女の子の。あるし、なんかあるよな。あるある。面白いけど。はい、はい、はい、この子浮気しそうやなって子。へー、あーお前若いなぁ、回答。お前若いって回答が大切な人に。そうそう、まだいけるから。これは、うん、この子が他の子にしそうやなって思わしていたら、うん、離れにくそうやなっていう子なんやけど。若い。これは絞りカスですやん。絞りカス。僕の中の、いやいや昔っていうか、まあまあ、めっちゃ分かんないけど結局、今思いませんやん。あ、今思ってへんの。いや、お前お前こんなんあったなって感じで出しちゃいるけど、うん、いやまあそりゃそうやな。いやこうやって思わんしといた方が逆にいい時もありますせっていう話。うん、うん、だから男友達多いとかな、そんなんで別に。ああまあそうやな、予定が結構あるとかいっぱい、予定いっぱいある子確かに不安になりそうやね、うん、だ人生を彼氏以外充実させる子は、そうよ、結局は冷めにくい気するよな。結局そうやんな。うん、その充実の一つとして捉えてる子はやっぱ冷めにくいよな、うん、男側からすると。どうもありがとう。はい、ということで男が冷めない女子の特徴でしたけれども、はい、なんかちょっと大人だった気したな。いや、二人ともすごいやっぱアダルトでしょ。自立とかばっかじゃなかったから、やっぱ長くいればいるほど別に飽きるわけじゃないよっていうのを結構思うんで、そこを恐れずにというか、特別のパートナー見つけていただけたらなと思います。はい、ということで今回もありがとうございました。今日も動画見てくれてありがとう。皆さんファニコンって知ってます？お、何ですかそれは。ファンコミュニティなんですけど、祝賀社のファンコミュニティ、はい、ファニコンというものがありまして、これ月額500円ですと。ただね、今毎月イベントやってるじゃないですか、はい、僕ら。そっちのイベントのチケットをファニコンで買うと1000円割引になったりとか、あとは今クエリっていう僕らがメッセージ動画サービスをやってるんですけど、うん、それが11000ポイント分のクーポンがもらえるよとか、はいはい、そんな感じでだいぶ月額500円なんて関係ねえぞぐらいのクオリティになってきたので、うん、改めて皆さんに存在を知ってもらいたいなっていう。いや、ぜひね、この機会にね、はい、僕らがね、クローズなコミュニティでライブをやったりとか、はい、スクラッチをやったりとか、そうですよ、ね、まあ、そのファニコンの会員さん同士でなんかこう交流できたりとか、そうよ、そういう場にもなってますので。この間俺、クローズのいいことでお前らの楽地めちゃくちゃ得たからね。やめてそれは普通にやめてほしいなんでっていうまあそういうね、あの、はい、結構距離が近い、ね、より距離が近い場所になってますので、うん、今までこんなこと知らなかったよって方いらっしゃいましたら、よかったら概要欄から覗いてみてください。友達できてね。お願いします。はい。ということで、今日も一日お疲れさん。